まあ、蝶はしかし上がってもまだ17400点で3番手です、うん、これで難波に入ります。難一局現在はダントツでラス目に甘んじている佐々木久人。どうしてもこの親番での巻き返しが必要になります。佐々木そうがアンコになりました蝶です。しかしその他の形はこれどう処理していくのか。白を切ります。まあ、一つは本一に行く手もありますよね。はい、ドライ色のピンズでも、まあ、マンズも払っちゃうっていう。それか真ん中に活路を求めて、ええ、あのペン酸素を外すっていう手もありますよ。まああとシャーですかね。どの道重たくなるんだっていう。全部天秤にかけて白を保留で打ったっていう、うん、なるほど。この手牌ですね。どうやら真ん中寄せになりそうですね。そうですね。はい、タンヤオ系の、うん、まあ、今の上がり楽になりますよね。長さんもお、いいピン引いたんですか今。いいピンです。ちょっと近づいてきたんじゃないですかこれ。リャンシャンテンですか。ですよね。はい、白とマンズ。イーマン9万ね。白マンズ。イーマンが、イーマン9万1枚ずつ切れて、いが、ん？手の中はない？ないですね。そうですね。切れてる、捨て牌にあるイーマン9万だけ？はい、1枚ずつ切れてます。あ、白が。土田さんが2枚ですね。ああ、じゃあ白が、あんこか。2枚か。2枚じゃないかな。2枚ですね。2枚。じゃあ、うん、白は白1枚。白の行方が気がかりという。ああ、ここに来た。これだともう出ることはなさそうですね。そうですね。うん、まあ、差し子になって、関数ピン引いて差し子になるっていうのはありますけどね、うん、そこまでにテンパイしてなきゃいけないですからね。はい。ああ、これはね、難しい。これ難しい、いいですね。ドラはウーピン。ドラがウーピンで、ドラ表示牌で石野さんが1枚。ただ石野さんを狙う手はありますよね。うん、中チャンパイのバラ切りをしてるので。狙う。白を切ってもいいし、まあ、3ピンを切ってドラ切りを狙ってもいいですけどね。うん、こっちの方が。柔軟かな。あ、そうですか。しかも国士とはいえ、実際今石野さんウーピン持ってますけど、はい、ドラの切り出してやっぱちょっと遅くなりますからね。うん、確かに。だからまださ取っときのパイっていう感じになりますもんね。なるほどね。あ、これ出ちゃうかな。うん、あ、狙われてるぞと教えてあげたいですね。うん、石野さん狙われてるぞ。狙ってんですか本当にこれ。狙ってますよね、間違いないですね。そうですか。チート位置じゃないし、あの石野さんの捨て牌ですよね。はい、ほとんど国士ですからね。はい、まあ、掴めば出るだろう、うん、これでも切り時難しいですよね、国士やってる人って。あ、そうですね、ドラの、ね、ドラの切り時。これは先輩リーチ打たなかったですね。うん、打たなかった。ウッパーソーチーピン。石野もでもこれもう一手進まないと出ないわけですよね。そうですね、まあ、イーマン引かないとっていうことですけど、はい、ウッパーソーチーピンリーチしても良さそう。さあ、佐々木が仕掛けたパーピンポーン、テンパイ入ります。ああ、ウーピン。うーん、蝶このウーピンどうする。まあ、切らないですけど、切らない仕掛けの後ですからね。どうするかなとすると、降りるか、あるいはチーピン。チー
いや難しいですよねこれ。どうすんだ。それとも続行か。これ今パーピンは誰から泣いたんですか。チーピン土田から泣いた。わっとイーマン引いたぞ。一緒ドラが出る。テンパっちゃいましたね。テンパっちゃいましたね。これで上がり系を見るとね、白がないのも知ってるじゃないですか。はい。いやここは土田交渉してやったり、